富山大学薬学部は薬剤師養成を主な目的とした6年制の薬学科と創薬研究者・技術者育成を目的とした4年制の創薬科学科で構成。どちらも薬のスペシャリスト育成を目的とした学科だ。医薬分業が整備された今日、薬学の果たす役割は医学と双璧をなす分野として重要度を増している。キャンパス内では医学科、看護学科、さらには大学附属病院があり、教育、研究、臨床で緊密な連携が取れていることで、それぞれ教育と研究レベルの向上が図られている。薬を普段飲むときに、なんでこの薬が効くんだろうとか、自分の体の中でどういうふうに代謝されるんだろうなっていうのを研究したいなと思ってこの学科に入りました。薬学っていうのは、こう自分の知らない人であったりとか、地球の裏側でも薬ができればこう救えることができるので、いい学問かなと思います。売薬で日本全国に知られる富山県、薬学部は東洋の地である漢方薬を理論的・体系的に学び、漢方医学の基礎を理解できる日本でも数少ない学びの場なのだ。もちろん最先端のライフサイエンス、有機化学、物理化学、医療薬学など広範囲な分野の研究・教育にも力を注いでいる。私は有機化学が一番楽しくて、その反応はどうして起こるのかっていうのを自分で反応機構を考えるのがすごく楽しいです。統合失調症という心の病気について研究しています。心の病気って詳しく解明されてなくて、これからいろいろ分かってくるとこが多い未知の世界が広がってるので、チャレンジしようと思って。薬学部が目指しているのは、研究活動を通して新しいものへの探究心と論理的思考力、リサーチマインドを持つ人材の育成だ。次から次へと新しいことが湧いてくるっていう感じですね。そこが大変で、でも面白いっていうところでもあると思います。充実っていうとなんかちょっと大げさな感じはしますけど、やっぱり大学入る前と大学、まだ卒業してないですけどね、出てった後とかでは多分だいぶ変わってるかなっていう気はしますね。富山大学薬学部は伝統と最先端の融合、和と洋の融合、医薬の融合という3つの融合をテーマに、社会に貢献できる実践力を身につけた薬のスペシャリストの育成に努めている。